どうも皆さん、こんにちは、みずるです。今回ですね、サブ武器おすすめ集ということで、まあ、今回もまたね6つ紹介していきます。なぜか6つになってしまうんですよね。4つに収めたいとこなんですが、今回ですね、いろんな場面で使えるサブ武器、まあ、自分ぐらいだと思うんだけど、サブ武器って言ってんのあんまり出てこないんですよね。サブ武器おすすめとかサブ武器最強とか言っても、でもさ、結構大事じゃん。例えばメインでグレーソーとか黄金のハルバードとかね、自分は持ってたんですけど、にさ、持ってるとやっぱちっちゃい武器が欲しくなるわけよ。でかといって刀持つのもなっていう、黄金のハルバードと刀ってちょっと微妙じゃん、組み合わせってなった時に、じゃあ黄金のハルバードを盾持ってたとして、まあ、サブ武器にね、短剣とか使徒剣みたいなやつ持っとくと、まあ、ちょっと楽だったり属性付与できたりとかいうところで、まあ、なくても勝てますよって人はいるかもしれませんが、まあ、ちょっと面白いじゃん、せっかくね、こういったゲームなので使えるものを使ってこうぜ精神でね、まあ、片手に持っとくというのがいいかなというところでですよ、はい、今回持ってきました6つ。まず1つ目、こんな感じでございます。これはね、先ほど上げてるであろう動画でも多分紹介してあるのですが、非常にね、シンプルな探検なんですが、慈悲の探検ですね。入手方法めっちゃ簡単なのに、結構抜きんでたステータスを持っている探検でございます。はい、ステータスこんな感じです。こちらプラス25までやっていて、毒派生にしてます。で、血の斬撃つけてるんですけど、戦敗で、で派生を毒にしてるという感じですね。攻撃力はね、そんな高くないんですけど、で補正もそんなに、高くないし、必要能力値もかなり平凡というところで、まあ、攻撃力はね、まあ、足して300ちょっとというとこなんですが、毒の状態以上がね、なんと100近く入るということで、まあ、毒プラス戦技、戦敗の、まあ、強みを生かしてサブ武器として使うといった感じでございます。はい、実際にね、使ってみましょう。これ3発ぐらい切るだけで毒が入るんですけど、例えば1、2、3、きた、はい、右奥のやつ入ってますね。7ずつ、毒は入るんですけど、こいつらに対しては、まあ、非常にね、少ない数で毒を入れてくれて、かつ血の斬撃もかなりダメージが出るというところでですね、まあ、こいつらだったらもうほぼ痛い、危ねえな、まあ、ほぼワンパンというところでですね、振りも早いので探検としてね、サブ武器としてね、非常に有能だし、毒もついてて、かつ戦技もめっちゃ強いというところで、これめっちゃおすすめです。はい、でここがね、補足なんですが、慈悲探検のですね、戦敗、これ血の斬撃が自分はおすすめですよみたいな感じで話してたと思うんですけど、血の斬撃のね、自傷ダメがちょっとアップしてしまったり、まあ、あとはね、霜踏みとかつけたい人とかもいたかもしれないんだけど、ここをですね、霜踏みも結構弱体化したというか、まあまあそんなに連発するような戦技ではなくなってしまったので、じゃあどっちに付け替えるっていうと、このね、赤獅子の炎というのが、コメントでいただいたんですけど、強靭削り最強らしいんですよ、赤獅子の炎で。自分はあんまり使ったことがないんで、ちょっと使ってきた感じ、あ、確かに相性はいいなっていう感じだったので、赤獅子の炎で強靭削って、まあ、一撃ペンペンとでかいの入れるとか、あと致命取るとか、まあ、そういう使い方がね、結構おすすめということなので、まあ自傷ダメちょっとでかくなっちゃって痛いなとか、霜踏みもちょっとなとかいう方は、赤獅子の炎なんてのもいいかなと思います。まあ個人的にはね、出血状態入れた、まあ、血の斬撃まだ使ってもいいかなと、毒にしてもとか、まあ、いう感じなんで、まあいろいろ迷いどころではありますが、まあ赤獅子の炎もということで、まあ、まあ自分のね、合ったスタイルでぜひ試してみてください。入手方法なんですが、城壁の塔スタートで、ストーンビル城にある石鹸のある場所ですね、を開けることによって入手可能となっております。詳細のね、行き方なんですが、まあさっき紹介した動画にも載っている通り、まあ、このようにね、屋根伝いに行ってもらって、石鹸一つかな、使うだけで、砥石とこの剣とアイテム1個取れるので、めちゃめちゃお得なんですけど、序盤にしてはね、すごいいいアイテム尽くしの石鹸の場所なので、これはマジで解除しておくべきだなと思います。はい、続きましてね、こちら。まあ、なかなか独特な見た目をしている、こちらの、アリトゲレイピアって言ったっけかな。なんか結構思ったより長いな、これ。切っ先が。こんな長かったっけ？なんか成長した？え、そんなことないよね。めっちゃ成長した気がする。嘘だ。それは嘘だ、絶対に。はい、こちら。血のアリトゲレイピア。まあ、プラス24まで強化していて、猟犬のステップつけてます。戦敗が自由なので、まあ、初期のやつからね、付け替えて絶対使うと思うんですけど、それを血の派生にしていると
で、これの強みは初期で赤い腐敗がついていて、かつ、出血もつけれるというところにあります。さっき紹介した、慈悲の探検はもともとがついていないので毒を派生でつけてるんですけど、出血と腐敗、毒の上位互換がついてしまうということで、慈悲の探検紹介する意味あったかなというぐらいには強いんじゃないかなと思います。プラス24の時点でですね、もうすでに、物理攻撃も高いですし、能力補正も、まあ、CCD というところでそこそこな補正値はついています。プラス25にするともうちょっと上がるかな。で、必要能力値は筋力10の技量20という感じです。非常にね、秀でた性能ではないですが、まあ、一般的に見て、かなり使いやすい性能とはなってるんじゃないでしょうか。今作ね、腐敗と出血がマジで強くて、まあ、腐敗なくても毒はあればまあって感じなんですけど、状態異常がね非常に強いので、ほい、3発じゃならないか、3発じゃならないですけど、まあ今みたいにね4発目ぐらいで出血もしてくれると。こんな感じで、めっちゃいいダメ入ったな今。危ない。そい、おお怖いね。うわダメでけえ。あ、腐敗はこいつちょっと効きにくいけど、出血めっちゃ入るな。いいね、やっぱ腐敗様々だな。すげえダメ入るなこれ。えぐくない？ちょっとすさまじいダメ入った。危ない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 な。バイバイ。わ、いいダメ入るわこれ。すご。これが腐敗かける出血の威力や。こちらのアリトゲレイピアね、めちゃめちゃ絶大な威力を発揮していたと思うんですが、マップ左上にあります日陰城というところからですね、出てこちら空き地があるんですが、ここに巨人と日陰城の城主マレーマレーみたいなやつが出てくるんですけど、これを倒すことによってゲットできます。まあ、マレーマレーを倒せば OK です。で、生き方なんですが、まあ、いろいろあるにしても、一応このアルター高原から、この、くぼんでるとこね、ずーっとまっすぐ進めるので、ここで日陰城に行けます。はい、続きましてこちら。これもね、またいずれの動画で、紹介はしているのですが、アステールの薄羽というね、結構きれいめな、極剣だっけかな、極剣ですね。これは星雲という、まあ、星雲どちらか分かりませんが戦技ついております。これに関してはまあユニーク武器なので、戦杯付け替えることはできないんですが、魔力極剣というところでダメージが結構入りやすいですね。で、能力補正も知力向けなので結構ダメージ乗りますし、必要能力値もまあ知力高めではあるんですが、一応サブ武器として使えるぐらいの重量とダメージと取り回しの良さというところで、結構気に入っております。戦技がね非常に美しくてですね、こんな感じ あのアステールがね使うような武器になってます。で、こちらねアステールから作れる、追憶から作れる武器で、戦技がもっとね派手なやつあるんですけど、こんな感じでなんだろう、こう、ま、周囲に巻くバージョンもあるんですが、こっちはね前方に巻いてくれますよと言った戦技となっております。こんな感じね。で、あとね強攻撃が前にビーム放つみたいな感じで、ちょっとね射程そこそこあるんで、これぐらいでも届くかな。ちょっと届かないな。まあ、こんな感じで多段ヒットしてくれるのと、あとは取り回しが非常にいいので、こんな感じでね、まあ、こいつはあんま魔力効かないんやろうけど、まあ、ダメージがそこそこ入りますよというところで、痛いですね。それは危ない。こんな感じで、ひるみます。これも結構いいよね。はい、こちらのね、アステールの薄羽の、入手方法なんですが、これもね、まあ、そこそこ簡単なんですが、こちらのエインセル川本流から進んでですね、これも以前武器単体で紹介しているのですが、詳しいのを知りたい人はそっちをぜひね、見てほしいんですが、ここから進んでって、このウルの王朝遺跡を進み、本当はね、右が正規ルートなんですが、この下行くことによってね、この辺の神殿の梁、ちょうど今、カーソルを合わせる、ここの梁までね、道なりにずーっと進んでくることができます。この端っこ進んでね。で、ここの宝箱があるので、ここから入手することができます。はい、次。これ結構ね、面白い武器なんですけど、
ちょっとね、見た目はグロテスクなんだよね。わかんないでしょ、これ何ついてるか。こちら、家族の首という武器です。これなかなかね、えげつない武器。で、家族の怨霊というね、戦技ついてるんですが、攻撃が物理と魔力ですね。魔力は、知力補正が D なのであんま乗らないですね。単純に、技量で物理を乗せていくって感じの武器なのかな。で、戦技がですね、赤道、赤道の首をゆっくりと揺らしながら、追いすがる怨霊たちを呼ぶ戦技。祭祀の苦悶がたたりまめくのだ。なかなかえげつないこと書いてありますね。これはね、何がいいかって、まあ、魔法がね、使えてしまうんですよね、戦技で。こんな感じの。まあ、こういった、魔法あるんですよ、実際に。なんですけど、結構動きながらね、こうやって使えてしまうというところで、まあ、多段ヒットできる戦技とか魔法ってすごい自分の中で有能だなと思ってるので、まあ、そういう使い方としてですね、はあ、でしかもホーミングするしね、こんな感じで多段ヒットしてくれるので危ないね。結構いいダメ出ます。ひるんでくれる敵とかいるじゃないですか。まあ、ああいう敵にね、こうやって今めっちゃいいよ。ああいう襲いかかってくる時でもやっぱ多段ヒットするとね、ひるんでくれたりするので、使いどころは結構満載なんじゃないかなと思ってます。まあ、単純に極剣とか短剣で、まあ、属性入れますよっていう武器ではなくて、まあマルチとかでもね使えるし、魔法を打って相手をひるませながら使いますよと。でこちら家族の首という武器なんですが、この賢者の洞窟というね、意外と隠れてる洞窟にあります。行き方はね、このウィンダムの廃墟あるところからもうちょっとこっち左端行ったところですね、にある洞窟です。実際に行ってみましょう。ちょっとねルートがややこしいので、洞窟内部のルートだけ軽くお見せしますが、ひたすら進んでいくとね、宝箱がいっぱいあると言ったようなね、洞窟になってたと思います、確か。下行けるんだっけかな、下一応、行けないわ。このルート通りだね。ずっと進んでいって、まず、ここに宝箱があって、2個。宝箱ある道をね、ひたすら進んでいくという感じですね。そこの端っこにも宝箱あったと思われる。こっちね。めっちゃ出てくるやん。えぐい、そんな出てくるの。あ、俺ここ取ってないんだけど、なぜか。まあ、こういう感じでね、ちょっと、俺も取り忘れてたぐらい。まあ、そんな大したのはここないと思うんですけど、まあ、道中ね、こう今つけてる、このマントとかも取れたりするので、ここ結構ね、いいアイテムがいっぱいあるんですが、なんかあるわ。黒布のフードとか。まあ、でもまあまあだね。逆の黄金、白銀漬け5個もあったわ。で、ここまで来たら、こっちか。うわー、危ねえ。今、すげえ適当に飛んだけど。ここね、飛べるので飛んできてもらって。で、こっちがね、隠し洞窟なんです、確か。で、本当は、こっちの奥にいる黒き刺客を倒すことで正規ルートなんですが、こっちのね、2個宝箱を取って、この辺かな、確か、隠し。いや、壁がね、あるんですよ、この分岐で。で、この奥行くと、まあ、こっちもボスですよ、みたいな感じで、ここのボスを倒すことによって、入手できます。なんか死者ガレスみたいなねボスなんですけど、はい、結構紹介してきましたが、残すところ2つ、ド定番というかめちゃくちゃ自分が気に入ってるべき1つと、おこんなの悪いんやってやつが最後1つですね。こちらね、黒き刃という武器で戦技がめちゃめちゃ強いんですよね。これはねもう前から言ってるんで動画もボンって上げてるんですが、戦技がですね非常に強くて、いきます。これワンパンしちゃおうかな。しないわ。こんな感じで、最大体力を減らしつつ、持続ダメージを入れてくれるという、線も入んのか、すごいな。いかついよな。これね、この敵に対しての900がでかいんじゃなくて、マレニアとか、まあ、ラスボスとかに入れても、最大 HP を減らしながら、持続ダメージ入れてくれるっていうところがめっちゃ強いんですよ。で何が強いかっていうと、前も同じような話したんですけど、最大 HP1 万の敵が5000で進化する、第2形態いきますっていう敵に対して、ゲージが半分っていう、まあ、なんだろうな、判定なんでしょうけど、ゲージが要は半分になってる頃に、最大体力が7000分のゲージ半分で進化、第2形態っていう感じになってくので、要はもともと5000減らさなきゃいけない敵が3500の状態で第2形態に進化してくれるんですね。そう、それが何より強いとこかなと思います。
まあ、最初ね敵がそんな強くない状態でこれをバンバン撃っていくと、まあ、第2形態行った時にもう思いっきり体力が減ってるとか、あのめちゃめちゃ体力少ない状態で倒せるっていうのが、まあ、この戦技の強みなんじゃないかなというところで、マレニアとか、最終ボスラスボス違うか裏ボスかな、獣の司祭の第2形態とかね結構強いんですけど、これ使うことによってめちゃめちゃ体力減った状態で倒せたりします。でこちらの入手方法ね、こちら外郭の幻影樹からスタートで上の方行くとですね、風車村ここなんですけど、風車村の前の分岐があるのでここ下行ってもらってずっと進んでいくと、城壁沿いの小道があって、さらに奥ねここね高き者たちの英雄墓の前にいる黒き四角を倒すと、確定ドロップというところですね。これはね、どうだろう、いけるっちゃいけるんですけど、割と最初でも、まあ、黒き四角がまあまあ強いので、まあ、中盤ぐらいにゲットして終盤に運用というのがベターなんじゃないかなと思います。はい、最後ねこれちょっと思ったよりでかくてビビってるんですが、でかいな、これもこんなでかくなかったと思うんだけど、なんか強化するごとにさ、この何うねうねしてるとこ一本伸びてない、これめちゃめちゃ伸びた気するんだけど、こんなでかかったっけ、これサブ武器じゃなくないもんもはや、大丈夫そうこれ、めっちゃ長いんやけど、まあいいや。こちらね、血のヘリ系という武器です。なんか名前がすごい好きなんですけど、出血の状態上値が59ついていて、攻撃力物理278にプラスが結構乗ってますね。神秘と技量で結構乗るのか。221乗ってるのでかいな。まあでも重視剣にしては乗ってない方なのかな。他で言うと竜王の眼剣とかがあるんですけど、あと神肌縫いとかグレートエペとか。まあこれ、いいんじゃない？いいんじゃない？でね、面白いのが、まあこの見た目と出血ついてていいですよってところがおすすめしたかったんですが、何よりね、専用戦技、王朝剣技というのがね、結構好きで、なんかね、回避しながら撃てるんですね、こんな感じで。こう、回避、通常は回避だけ。戦技ボタンで回避しまくって、で、最後ね、こう、一つにつなげられますというようなね、武器です。ちょっと実際に使ってみようか。結構ダメ入るな。ん？あ、調子悪い感じ？んー、よいしょ。よいしょ。近づいて、避けますからの、おりゃーみたいな。結構強くない？はい！めっちゃいいやん。どうよ。まあ、ダメージがね、結構入るので、出血狙いでいくと、まあ、この辺の敵だったらね、自分のあれだともう出血せずに死んでしまうんですが、まあ、普通にボスとかでもね、猟犬の長牙とかと一緒だね。見た、お前の方が強いんかーい。猟犬の長牙とかと一緒で、こう避けながら、こんな感じでね、もう強靭削るね、ぐさりーみたいなね、ことができてしまう。やめてーやめてー、危ないー、危ないね。避けながら、サクンみたいなね。いいね、強靭削りでかいよ、これ。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃんとかで、今更ね、今更良さを再確認した感じになってしまってますが、まあ、こんな感じの武器となってます。で、血のヘリ系ね、入手が結構ね、こう何隠しスポットみたいな場所にあるんですけど、で入手場所なんですが、ここですね、血のうごめく廃墟かな、これ、こんな感じの場所でございます。近場としては罪人送りの道、小脇から下下っていくのが一番早いかな。さっき言った風車村からぐるーっと回ってきて、さっき言った風車村ここなんですけど、ここを下降りてきて、ここ橋の下にある祝福なんで、ここから進むのが良きかな。はい、実際にやってきました。そんな難しい場所ではないんですが、この馬車が行軍してる場所ですね。邪魔だー、めっちゃ邪魔だー。ここですね、ここの下行ってもろて、結構死んでんなこれめちゃめちゃ死んでるやん。こいつそんな強かったっけかな。 えげつなくないこの死亡数え、そんな死ぬ。ちょっと見てみようか。ぐさり、あ、やられちゃったね。霜踏んでる、霜踏んでる、霜踏んでる、霜踏んでも負けちゃう。なるほど。こちらの方は、あ、回復時に重いね、あの人ね、ローリングが重かったな。こちらの方は
この人も回復飲んで、猟犬ステップ、猟犬ステップ、猟犬ステップを、あ、見破られちゃったんだ。なるほどね。今回ですね、6つのサブ武器ということでおすすめしたんですが、まあ、最後ね、銃一つ剣でちょっと重かったので、これ8キロあるんでね、まあ、サブとしてはちょっとあの銃戦士向けにはなってしまうけど、まあ、動きが軽やかで面白いかなと思ったので紹介してみました。はい。まあ、自分のスタイルに合わせたサブ武器をぜひチョイスして遊んでみてください。今回はね、サブ武器おすすめとか最強ということで6つ紹介したんですが、まあ、やってほしいものだったりとかね、これおすすめですよとかいう武器あったらコメントにね、気軽に書いてください。いつもコメント楽しく読ませてもらってます。ということで今回の動画は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひね、高評価とともにまた次回の動画でお待ちしております。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。みずでした。バイ。